それでは大変長らくお待たせいたしましたこれより活動報告とトークセッション第1部を始めさせていただきますなお本日の各トークセッションでは質問を受け付けるお時間は設けておりませんのであらかじめご了承くださいそれでは活動報告とトークセッション第1部トークテーマは震災の記録と記憶を 構成に引き継ぐ1ですスピーカーを務めていただきますのは福島県大熊町教育総務課木浦優様 NPO 法人富岡町3.11を語る会代表青木よ子こ様、東日本大震災原子力災害伝承館瀬戸正幸事業家課長代理 以上三名の皆様です。モデレーターは福島大学環境放射能研究所所長ナンバー健次教授が務めさせていただきます。それでは皆様よろしくお願いいたします。はい、あの福島大学環境放射能研究所のナンバーと申します。えっとあのまあ震災以,以降あの。 もともと微生物が専門なんですけどもあの放射能関係の研究をやってまいりまして、えー、ここ双葉町大熊町富岡町その他いろんな市町村をお願いしてあの調査を続けさせていただいております。で今日の私の役割はあのモデレーターでありますがあの皆様の,あの活動報告の,あの前に、えー、ここの施設、まあ、震災アーカイブ施設の 全国的な注目度、重要度等俯瞰的な視点で見たアーカイブ施設についてあのお話しするということになっております。えーまあ、まずあの、アーカイブ施設ということですので、震災、それから津波、原発事故の,あの記録というのと教訓を、まあ、残していく、えー、これがまず第一の大きな役割です。でそそのの先にはおそらくあの将来の防災 ととか減災ということがあの目的って言いますそして、えーまあ、今日お集まりいただいた方々のお話にもそこは関連してくると思うんですけれどもあとこのイベントもそうだと思うんですけれどもあの福島の復興を加速化するあるいは促進するための,あの施設。 といで、えー、ここの施設はあの展示だけではなくてあの研究、まあ、研究者を置いてあの、まあ、震災ある,あると原発事故についての,あの研究を行うという機能も持っておりますしあとあの研修ですねあの他の県の自治体の方々あるいは あの学校の遠足っていうのもあるかもしれませんけれども、そういう方々のあの研修を行うという機能も持っているというあの特徴のあるあ、えー、アーカイブ施設になっております。えー、私からは以上です。で続きまして、えー、各担当者から自己紹介いただき、あのその後のあその後まあ、活動報告をお願いいたします。は、え、じ、ー、めは大熊町の木浦さんより。えー 大熊町アーカイブ担当としての活動報告といたしまして、今後、大熊町で開設するアーカイブ施設に向けた進行状況、えー、今抱える課題を報告お願いいたします。木さんよろししくお願いします大熊町 大熊町役場教育総務課の木浦と申します本日はよろしくお願いいたしますこのような機会をいただきましてまたありがとうございますえっ、ー、と私なんですけれども大熊町役場、えー、藍住若松に震災後全長避難しまして2019年5月からあの町の一部ですが避難指示が解除されたところで新庁舎が立ってそこで働いておりますただ私自身は、えー、ちょうどこの3月で丸5年になりますが震災後採用の、えー、の県外出身者 です。で、そのあのご縁いただきまして大熊町役場に、えー、入庁しまして、で今アーカイブズという町の記録あの文化について継承していく残していくというふうな仕事をさせていただいております。それでは早速ですが、あの町の今アーカイブズ事業どういうことをやっているかについてあのご説明させていただきます。 えとまあ、今回、タイトルがそれなので、そうですねえー、とまずオープンウォッチのアーカイブ事業とはというところです。えー、といろいろ写真をまず載せています。で今回あの、メモリアル、3.11円のメモリアル事業ということで、震災をどういうふうに引き継ぐか、記録をどう残すかというところがテーマになっておりますが、見ていただいて分かるりあり、あの一番奥のなんかちょっと丸いなんかマスコットみたいなやつ、あれは。あのうん 土器ですし、これ震災前に発掘されていたものですね。そのあの えと皆さんかから向かって右隣にあるのは、古文書みたいなものもあります。で真ん中にあるあの張り紙は、これはあの3月11日夜、ですねあの町内の体育館が避難所として使われていたときに、町内他に大隈中学校とか公民館とか避難所として開設されてますよとか、あのちょっと見えないですけれども、ミルク使う方、お湯こちらどうぞみたいな張り紙があったものを取っているもの。 国道に288号線というところにあの設置されていたもので、熊川海水浴場、こちらも津波であの全壊してしまっていまして、で、あの、ここ自体が中間貯蔵施設、皆さんご存知かあれですけれども、県内で出た除染作業で出たゴミを、廃棄物を30年にわたって保管する場所になりますが、そこのエリアに入っております。こういうふうに、こう、元々の町にあったものというものも残しております。こちら、あの、 古民家を最近有形登録したりとか、えー、といろいろですね、あの大熊町のアーカイブズといっても昔のものからあの文化財的なもので、震災に関わるもの、そういうものを一体としてあの取り扱っている事業になっております。次お願いしますす、えー、町の事業なんですけれども平成23年3月に えー、震災が起きましてあのその翌日から大熊町は全町民が、えー、町外に避難を始めました。 そしてあの町内には民族伝承館といって図書館に併設する形であの文化財をあのそんなに大きくはないんですけれども紹介するような施設がありましたで平成24年度からですねこれはあの国文化庁があの主催している事業ですけれどもあのこちら双葉町さんもそうですがあのそこの元々あった資料館とかに保管されている資料を救出しようと。 もうあの電気も通ってない、水も通ってない、通電もできない、換気もできない場所になっておりますし、まあ、そもそも放射線量というところもありますので、えー、それをあの救出するのが平成24年度から、うちの当京の場合は始まりまして、こちらあの県の施設で今、仮保管を現在も続けていただいております。それかららししばらくあの文化財的な活動はできずにおりまして 食料っていうのが 3D データなんですがこの頃に中間貯蔵施設の,あの計画っていうのが具体化してきたところですでうちの場合は町の面積の7分の1が中間貯蔵施設の建設地にあたりますそこには3つ,あの3つの行政区はまるっとそこに含まれていくような形でしてそこの方々はあのふるさとの景観自宅が戻れる戻れないというのではなくてあの その景観自体がまるっとなくなってしまうというところを非常に危惧されておりました。というところでその景観をきちんと残してほしいとあの記録紙に書いたんですけれども、その行政区長さんがあの記憶の中にしか残らないふるさとをきちんと記録に残してほしいというふうにおっしゃっておりました。それでで始めたのがののののが 3D 測測量量町公共施設等をあのしておりますで震災記録紙の発行も同年度で教育総務課の方では各民家 避難している民家にもあの文化財的なものが所有あの残されております、蔵の中とかですね、それが解体、もしくはあの震災後に避難後に整理、片付けできるという状況がこの頃から始まってきていますので、捨てられてしまうというふうな懸念がすごく大きかったです。そういうものを学芸員さんたちが家に入って救出してくるという作業を始めたのも平成28年度。おそらくく避難先での生活ととして少なくとも あの食べられるとか、切るものがあるとか、あのまだまだ町がどうなるかというところは見通せないところでしたけれども、そういうものが少し安定してきて、初めて町というものの文化、歴史をどういうふうに残していけるのかっていうところに目が向き始めてきたのが、5年くらいいかかっったんだと思っていますでそこからあのこうそういうふうな活動に町として、例えば 3D とか震災記録誌、企画調整課でやってましたし、文化財ですけど、教育総務課。 あの震災記録釈放する中で公文書にしっかり当たりますのでこれをどう残していくかというところでは総務課というところで町の各課があの別々にやっているものをきちんと横口させるようにということで平成29年度に検討委員会を発足しておりますアーカイブズという言葉を私たちは正直知りませんでしたそれが何を意味するのかというところもわからないところで有識者の先生方にその意味意義 っていその後、来、えー、まして、今、ようやくですね最後あの、アーカイブズ施設等整備検討委員会とありまして、先ほど難波先生からも施設が建設されるというところもありましたが、正直なところ、そこまで具体的に進んでなくて、ですねあの整備する必要があるというところ。 であって、で、今からどういう風な、それでは施設が必要なのかっていうところの具体の検討に着手し始めたところになっています。次、お願いします。で、えっと、事業の基本理念としては、三つ掲げました。えー、大熊の D. N. A. を残す。大熊の新しい文化を紡ぐ、不調や思う、支える事実を提供する。というところで、あの震災を。に。強くかか、まあ、すべて震災が前提になっている言葉ではありますが、関わるのはおそらく。 3番目の事実を提供する、まあ、これは非常にいろんな見方がありますので、あくまでも大熊町、大熊町民から見た経験はこうだったんだよということを、ここできちんと伝えていく必要があるだろうなというのは考えております。 あとは町全体が全長避難しました、住民構成も大きく変わらざるを得ない状況です、景観も変わっていますというところで、大熊町らしさとは何かというのが、今も非常に大きな課題なんですけれども、DNA を震災後、震災前、きちんとつながるものを残していきたいと考えていますで、あのー。先ほど申し上げました検討委員会では、令和元年8月に提言、今後こういうことをしていったらどうかというところをいただきました。 こ見ていただきましても分かります通り、歴史からあの震災にかかわらずにいろんなあの活動をしていきなさいよということを言っていただいております。その中の5番目に資料を集めたものはどこかにきちんと収蔵しなければいけない、皆さんに見てもらわなければならない、それ、あのただ蔵の中にしまっていても死んでしまうだけですので、というところで施設を整備することを検討してくださいというふうに言っていただいて、今、そのどういうものがいいかというところを検討しているところです。次、お願いします。 でえっと、今の現状と課題というところであの前提として繰り返しますけれども震災メモリアルではありません大熊町の事業というのはそういうところを前提としつつ今回やはり震災というのが1つのテーマになっているのでそこにちょっと限っていろいろとお話をさせていただきますと具体的な話としては1つ資料の占領評価というところが難しいなと思っています。 例えば津波の被災時ですと、あの塩をどう抜くかとか、そういう風うな知見っていうのが全国の専門家集まっていろいろと研究されていたりとか、その蓄積がおそらくいろいろとノウハウあの積み重なっていってるところあると思います。うちとしてはあの資料を集めてきたときに、機関困難区域そうじゃないところ、相模川松にもそうですね。で集まったものもそうですが、すべて線量を一度測ってその 後に掃除をして、もう一度測り直すっていうところを非常に手間がかかるんですけれども、せざるを得ない状況になっています。というところで、そこら辺のやり方というのは、実は町の,あの放射線管理の担当の職員に相談したりしながらというところであって、あまりこう,こうした方がいいんじゃないか、ああした方がいいんじゃないかみたいなところの専門家とのこうやり取りとか、その っていうところがあまりないんですねで。ここはちょっともったいないんじゃないかと実は思っております。うちの町の、まあ、もしかしたらここの地域の特徴としてあの研究材料としてあの放射線汚染された資料をどういうふうに扱うべきかというところのノウハウはここの地域から発信されてもいいのではないかというのが一つあります。あとはあの大熊町の経験のみで原発事故を語るのはミスリーディングではないかというのは強く思っております。あの 郡八丁村だけじゃなくて他の避難した地域ありますけれどもうちの町にが避難した方法と例えば広野町が避難した方法は違うわけです連絡が入った方法も違いますし避難した場所も違う帰ってくる経過も違うっていう時にうちの町はこうでしたよっていうところがこの原発事故の一つ一つの事実ではあるけれども俯瞰してそれがうちの事故で原発事故ではないっていうのはあの掘れば掘るほどそう思ってしまう。 ううちの町のののの町経験ををみで原発事故を語ることと難しさというのは常に感じておりますだからこそあの、こういうふうな、最後にちょっと飛びますけれども、あの県が取材し、作ったような、こういうふうな伝承館のところでは、広域的,的な視点、あと継続的な視点で、地域で連携しながら、この事故は何だったのか、震災とは何だったのかっていうのを考える場所になってほしいなというふうに思っています。 あと真ん中ですけれども、あのそれはも多分、今後私たちが施設を計画する上でも非常に大きな課題になると思います。どちらも収束していない、評価が固まっていない中での,あの資料収集であり、資料の選別であり、何を見せていくかの計画になっています。えー もう立場も皆さん違いますしそれこそ大熊町の震災経験は富岡町の震災経験とは違ってうちとは違うよっていう話は絶対に出てくる話だと思うんですよねその中で私たちが何を伝えることにするのかもしくは皆さんに知っておいてほしいことは何なのかっていうところは本当に時間をかけてあの考えていく必要があるのではないかなというふうに思っていますおそらくこの伝承館はそういうふうな富岡の やり方、双葉のやり方、大熊のやり方、もしくはあの受け入れてくれた岩木、あの愛知若松にも苦労はあったはずなんですよね。そういうふうなところをきっとあの俯瞰して見ていける場所になればいいんではないかなというふうに思っております。すみません、以上です。はい、木村さんありがとうございました。えー、続きまして、NPO 法人富岡町3.11を語る会。 代表の青木さんより自己紹介とこれまでの研究活動現在の課題について報告いただきたいと思います青木さんよろしくお願いします、はいえー、NPO 法人富岡町3.11を語る会という会の代表しておりますあの会の名前だけで何をやっているかがすごくよくわかると思うんですが富岡町の3.11を語り継いでいくという、えー、町民の語り部さん、えー、約20名弱が あのうちの語り部さんとして登録をしておりまして2013年から語りり部の活動を始めておりますであの、まあ、人の世に起きたことは人の言葉で語っていかなければいけない、えー、ものは、まあ、残っているものがこう展示されればそこはもちろんあのいろいろなものをそのものから語りかけてもらえると思うんですけどもさらにそこに何が起きたのかそしてそこからどうなったのか。 特に私たちはあの町民レベルというかいわゆる民間でその語り部の活動をしていくということで、えー、現在活動しています。で今日は活動報告ということですのであのどんな活動をしているかということをお話ししたいと思います。で、えー、まあ語り部活動をしながら、えー、というよりは中核にして私たちは 富岡町の未来を担っていく、そして富岡を語り継いでいく、そういう人間を育てていければいいなぁと、そんなふうに考えています。お願いします。で、えー、一つは語り部活動、いわゆるその3.11何が起きたか、そしてそこから始まった避難生活の中で、えー、どんなふうに人々が暮らしを変えていったのか、えー、作っていったのか、そして現在、 えー、町に帰還してもいいよというふうになったのが今から4年前ですけれどもいまだにまだ15%町の面積の15%は帰宅困難区域となっております帰れない人がおります10年経ってどうなのと聞かれても10年経ってもまだ帰れない人がいるのがこの原子力災害だとそう思うわけですがそういう語り部の活動もちろんこれが第一ですで続いて、えー、それを語るためには表現力が必要なんじゃないか 自分のことがしゃべれる「あなた富岡町なのね町はどうなってるの?」って言われたときに町のことが自分の言葉でしゃべれるそういう表現力を身につけるための表現塾などというものを子どもと大人向けにやったりしております、えー、演劇キャンプも同じです。 そしてそれをあの動画に落としてフィルムとして例えば子どもたちとうちの語り部さんで富岡の民話を夏休みに元にしてその民話の舞台をこうずっと訪ねて歩いたのをフィルムに残していくとかそんなことをやっております。 でえー、年ごとにだんだんこうなんとなく記憶がぼけてきたりしてますでそんな中でやっぱりこの語り継ぐということは人が人へバトンタッチをしなければいけないということで世代間交流というものをあの大事にしておりますお願いします。 でまず語り部なんですけど2013年から始めまして大体いい年間7,000人とか6,000人の方があの講演を聞いてくださったりあるいは2017年の4月からは富岡町は一部を除いて避難指示が解除されましたので町に入って で町を案内しながら話を聞いていただいたりという合わせて、えーまあ、そのぐらいの方が聞いてくださっていたんですがちなみに2019年は124件5,278名で去年4月5月6月コロナのために全てキャンセルでゼロになりましたでそこから7月8月となるんですが9月にこの伝承館ができたことが大きなあの 影響があるんですけれどもこの伝承館は語るという語り部さんをとても大事にし,あのしようという形で経験の体験語り部を聞く語り部の部屋があったりあるいはプログラムの中に40分間の講演を聞く時間が設けられていたりそういったような影響で、えー、だんだんとまたあの聞いてくれる方が増えてきているというのが現状なんですがそんな中で、えー、今回、まあ、この最近ですね えー、ポイントを置いていることが一つは、えー、伝承館オープンによってあの県内の中高生が非常に増加しました、えー、伝承館来る前福島県内の中高生あんまりそう震災の話を聞いたりということはなかったような気がしますがあのここに来て、えー、随分と県内の中高生が震災の話を聞くようになったこれすごいいいことだと思ってます 同時に富岡の中で除染や解体に関わる作業をしてらっしゃる方たちがたくさんおりますでその作業をしてらっしゃる方たちの会社に出向いて、えー、震災何があったのか富岡の町民はそこからどのような暮らしをして今町に帰って、えー、いる人帰ってこれない人ももちろんいて家を解体する人がどんな思いで家を解体する決意をするのかそういったようなことを、えー 作業をする方たちに聞いていただく思いを分かって作業をするのとそうでなくて、えー、仕事として作業するのの違いを大事にしております、えー、だいぶあのいろんな企業さんが呼んでくださって、えー、お話をさせていただいています、えー、除染や解体に携わっている作業員の方作業員という言葉もどうかあれなんですが作業していらっしゃる方とお話ができることもすごく あの私たち学ばせてもらうことがたくさんあります。えそして、えー、またそのコロナ禍のおかげでオンラインの講演などが増えまして、海外の日本人学校なんかともあの知ってもらう機会が増えてます。お願いします。えここからはあの写真でちょっと見ていただきます。表現あの表現塾と言いましたのでお願いします。 えー、一般の大人の方と子どもたちに表現塾に来ませんかという呼びかけをします。はい、お願いします。えー、一般の大人の方はあ,の月,の,あの,、えー、の月曜日のあの第二第四の月曜日毎月2回学びの森という文化センターで本を一緒に大きな声を出して読んでます。で、いろんなお話がそこで出てきます。子どもたちには再開しました富岡小学校で、えー、放課後このように詩を一緒に読んだり。 お願いします。演劇を作ったり、えー、そんな風にして表現のできる子供、自分がちゃんと語れる子供、そういう風な子供が育つといいなと思って、えー、活動しております。はい、お願いします。これもそうです。お願いします。はい、お願いします。で、あとは町の防災無線、富岡町は防災無線が子どもの声で流れます。 でこれは町の企画家と連携をして、えー、例えば交通安全とか火災予防とかそういう季節ごとの防災無線を子どもたちの声で、えー、流すということを3年ほど続けております町の中に子どもの声が響くということがそこに住んでる人にとってはあこの町子どもたちがいる帰ってきてる元気にしてるって実感できるんですねで子どもにしても何か町のための役に立ってる そんなふうな思いがあって、え子どもたちも一生懸命頑張って、えー、この防災無線、えー、子どもの声で収録するというふうなことも、あの語り部活動の一環としてやっております。はい、お願いします。えー、演劇キャンプもそうです。これは県外からもたくさんの人が集まって、若者、老若男女ですね、だいたい5、60人いつも集まって、演劇を通して表現活動をするということをやっております。はい、お願いします。 でえー、世代間交流会、これも3年続けているんですが、えー、どうしても地域が変わると震災の話にしても現在の現状にしてもあまり興味を持てないあるいは10年経ったからもうなんとかなってるんでしょうみたいなことを平気で言ってしまう。えー、せめて県内では地域を超えて世代を超えてこの福島に起きたことを共有しよう一緒に考えよう。 そんなこととで世代間交流会というのをやっております。これは今年は会津から会津の高校生を招いて双葉地区の高校である双葉未来学園高校の高校生とさらに町民の特に高齢者と一緒に震災の話を通しながら現状を語り合うといったような交流会をしております。はい、お願いします。 私は富岡町は3.11のその過去に何が起きたか体験ではなくて今現在解決しなければいけない町はこれからどうなっていくのか人はこれからどうやったら増えていくんだろうかとかそういうことを考える課題がたくさんある町だと思っています私たち語り部は過去の体験を語るだけではなくてそういう現実に起きたことを知ってもらいながら じゃあこれからどうするという、まだ答えの出ない難しいことですけれども、それを一緒に考えていく人を増やそうと、そんな形で、えーまあ、まずは自分が語れる人、人の話が聞ける人、そういう人を育てていければなというような活動をしております。以上でですす青木さんありがとうございました、えー、続けてですけてれどもあの最後に、えー 伝承館学芸員としての活動報告を瀬戸さんにお願いしたいと思いますえっと瀬戸さんにも自己紹介をお願いいたしますでその後、えー、特に伝承館の現状で主に瀬戸さんが担当されている展示物の説明や、えー、開館後の課題等について報告いただきたいと思います瀬戸さんよろしくお願いしますはい、えー、東日本大震災原子炉災害伝承館で 学芸員の仕事をしております瀬戸です本日はお忙しい中ここまでお越しいただきまして大変ありがとうございますお礼申し上げますさて私ですけれども伝承館に来る前はですね福島大学におりましてその前は埼玉大学にいましたで、あのまあ、災害の研究などをしていたという背景があります で福島大学にいた折です、ね、この伝承館を作るというお話がありまして、資料収集に福島大学の人間として関わりまして、その後、そのまま伝承館の学芸員になったという、そういった背景を持っております。それでは、パワーポイントの方よろしくお願いします。 えーまあ、東日本大震災、原子力災害伝承会における取り組みについてということで、えー、簡単なあ、えー、紹介と、それから、あのまあ、これまで、えー、研究などしてきた中で感じたことなどをちょっとお話しさせて言えもらおうと思います。えー、スライド冒頭のです、ねえー、写真は、えー、当館の展示室にも、えー、一部展示されておりますけれども、 えー、地震の際に止まった時計であるとか避難所に、えー、寄せられたです、ねえー、救援物資であるとかあこういったものの、まあ、写真ですね、えーまあ、こういったものを、まあ、集めてきたという経緯がございます、えー、詳しくはあの展示室のほうぜひご覧ください、えー、次をお願いいたします、えーまあ、災害アーカイブズを作るにあたって、えーまあ、問題の所在としましてはですね えーまあ、日本ではさまざ、あ、まな災害が起こりまして、まあ、その記録を残さなければならないというところです。えー、もちろんあの福島で起こった複合災害もそうですし、えー、その後もです、ね、台風19号等々でさまざまなあ災害が起こっております。で、えーまあ、問題の所在としては、まあ、誰に向けて記録を残すのか、えー、何を記録するのか どうやって記録をすればよいのか、写真なのかデジタルなのか、あ、すいません、写真なのか実物なのか、デジタルなのかアナログなのか、で、記録をして歴史に位置づけるところで止めないで、それをどう活用するかといったところも課題としてあるのではないかというふうに考えております。で、まあ、一つのやり方としては、あの先ほど木浦さんのご報告にもあったように、 震災記録史として、えー、文字資料として残す、あとは、まあ、当館もやっているところですけれども、えー、博物館的こう物品の収集、保存、えー、それに加えて、えー、展示といったことが考えられるかと思います。えー、次のスライドをお願いします。えー、この東日本大震災原子力災害伝承館ですけれども、えー、4つのミッションを持っております。 1一番としては収集保存ということでこれは伝承館が開館する前は福島大学が担当をしておりました今は伝承館で私どもが収集に当たっておりますで2番目は調査研究で冒頭南波先生もおっしゃったようにこのミッションを持っているというところがまあ、伝承館の特徴なのかなと思っております それから3番目、ですね展示プレゼンテーションというところで、当館2階のです、ね、展示室を中心にさまざまな集めてきたものを展示して皆さんにご覧,ご覧になってもらうというような取り組みをしているところです。で4番目として、研修事業ですね。特にあの今年度、開館の最初の年においては、 一般研修ということで先ほ,あ、えー、と先ほどのお話もあったんですが、えー、こ子どもたちがいっぱい来まして、えー、小中高生です、ね、研修ということで来まして語り部さんのお話を聞いたり展示室を見たりそれからあ伝承館周辺をですね少しバスで回ったりというようなことを、えー、しました。 えーまあ、この4つのミッションを,を持っておりまして、えー、それぞれ相互に保管し合いながらあ、ミッションを進めていくというようなことになっております。えー、実際、そのように進めております、えー。次のスライドをお願いいたします。あすみません、次をお願いいたします。はいえー、これはあの伝承館のです、ねえー、展示の作りですけれども。 上にですね、展示ストーリーということで、1から6まで書いてあります。これ、展示室に入っていただきますと、プロローグシアターから始まりまして、最後ですね、復興への挑戦というところまで連続して、ほぼほぼ時系列で展示物を展示しています。 このストーリーを皆さんに見てもらうということをしております。で、まあ、それにあたってはあ、当館としてはですね、プロローグシアターで、まずはまあ自分ごとにしてもらうとかですね、それからあの、若い方とか、東北からやってきた方については、そもそも東日本大震災について詳しく知らないとかですね、 えー、福島で何が起こったかをよくわからないという方もいるので、えー、プロローグシアターの映像というのは、そういった方々にとっては非常にこう有効な、えー、展示手段なのかなというふうに考えております、えー。次のスライドをお願いいたします。あ、はい、これですね。はい。えー、これはの展示室2階部分ですけれども、えー、丸い部分がシアターですね。 でこのシアターからあーぐるっとシアターの中をスロープへ登ってきまして、えー、黒い部分のお、えー、左下ですかね、図でいうと、そこにこう出てくるわけなんですが、そこはですね、えー、まずあの被災前の暮らしということで、えー、そもそもこの辺りの地域があ、まあ、どのような地域であったか、まあ、暮らしの様子ですね、えー、お祭りであるとか、 学校行事であるとか、まあ、そういったものあとはある種こう原子力発電所と共存してきたようなことを示すような資料も並べてありますそこから時系列にずっと進んでいくというようなことをしておりますでこの中でですね一番右上の白い部分の四角い部分私どもワークショップスペースと呼んでおりますけれども ここでは語り部公演を1日4回今実施しておりますおかげさまで好評をいただいているところですが、まあ、展示物は何もこう話をしないので結構こう見る方の想像力に頼ってしまうところが多いんですが語り部の生のお話というのは非常にこう貴重なものであるというふうに考えております。 次、えー、のし、えー、スライドをお願いいたします、えー。資料収集の方にちょっとお話を変えたいと思うんですけれども、えー、当館、ですね、えー、収集ガイドラインというものを定めております。で大まかにこう分類していますが、これはあの一時資料ですね、えー、生の資料の方の、えー、リストですが、えー、物、紙、写真、それから映像、音声ですね。 で今回、2011年ということで、かなりのデジタルデータが残されております。えー、写真とか映像といったものは、ほぼほぼデジタルで提供されることが多いです。でその他、えー、被災現場からですね、えー、まあ物資料であるとか、紙資料、こういったものを収集してきております。 えー、具体的な内容はそこに上がっている資料の、えー、例の通りです、えー。次のスライドお願いします。はい。えー、こちらが、えー、二次資料ですけれども、まあ、図書ですとか、雑誌ですとか、えー、視聴覚資料ですね。えー、そういったものもあの一緒に収集を進めております。で、その他ですね、えー、相当あの、ツイッター、Twitter えー、震災当時もツイッターありまして、ツイッターのつぶやきがあったんですけれども、えー、っと私、福島大学にいた時代ですね、えー、数日で、えー、3万6013ツイート集まった段階で、えー、ツイートを収集するツールがパンクをしてしまいまして、えー、一旦たんは諦めておりますが、 アメリカのですねある大学がツイッターを収集して、日本語のですねツイッターを収集しているということですので、そこにアプローチも若干かけているような状態です。その他ですね海外で出された福島の災害に関する本であるとか、雑誌などについても収集をしているところです。次お願いしますはい これはあの韓国で出版された本の一部ですけれども、これはあの特に福島のです、ね、原発災害というよりはです、ね、環境問題の本なんですね。で、まああの放射能汚染、放射線による汚染が福島でありましたよということを紹介するページです。で あの写真はですね、えー、やはり、えー、放射能災害、あまあ、原子力災害特有でして、目に見えないものですから、写真は津波のものが使われておりますが、えー、書いてある中身はですね、あのえー、これからしばらくですねなあの、戻ることはできないというようなことが、えー、書かれております。えー、次、お願いします。はいえーこれは えー、この伝承館を作るときのです、ねえー、資料収集のまあスキームといいますか枠組みです。えー、福島大学が資料収集を担当しておりますが今現在の状況はこれをです、ね、福島大学フレと書いてあるところを東日本大震災原子力災害伝承館というふうに読み替えてもらいますとほぼほぼ当てはまるかと思います。で え資料収集に当たる、まあ、対象としましては、えー、県庁各課でありますとか、県内の自治体でありますとか、えー、まあ個人、NPO や学校等々になっております。で、そこに対しましては、えー、障害学習課経由か、あ私ども独自のです、ね、経路で情報をもらいまして、収集に行くと。 いうことをしておりますで、えー、情報収集にあたっては、えー、チラシやポスターを活用したり、えー、ということをして、えー、おりました。ですみません、えー、チラシへの応答16件増加中って書いてあるちょっとあの、ま、間違いであの、これちょっと古い言図なので、えー、16件にはございませんので、すみません。えー、で、生、あ、涯、のーまあ、学習科からの情報紹介とかですね。 あとは、えー、市町村の皆様、まあ、今、木浦さんいらっしゃってるんですが、と、収集担当者との結びつき、それから、あと、あの、個人の方ですと、あの、今回こういう資料を提供しましたけど、こういう資料を持っている人がいるんですよ、ということで、えー、さらに違う人を紹介してもらうことがあります。えー、そうしますと、いろんな方をですね、次々とこうご紹介いただきまして、えー、さまざまな種類の資料が、 集まることが、えー、ままあございました。えー、それでは、えー、次お願いいたします。えー、これはの実際に集めた物資料ですで、えー。除染作業中の看板と、それからです、ね、その右側のニューススタンドは展示室に飾られております。で椅子型のものは、これはのホールボディーカウンターといいまして、えー、体内の被爆線量を測るためのお、まあ、機材ですね。 それから、あの、左下は、津波の痕跡が残されている集会所の問いただなんですが、ちょっと写真だと痕跡がわかりにくいです。それから、あの、右下はですね、これは、あの、双葉町体育館、今も取り壊されてしまったんですが、そこのドンチにですね、京都作横穴の壁画が描かれておりました。で、ドンチで非常にこう、巨大でありましたので、 えー、全体像を撮影するのは難しいというお話なので、えー、これ、私どもですね、体育館の中に入っていって、えー、ドローンを飛ばしてです、ねえー、真正面から撮ったあ写真です、えー。こういう形で、えーまああの、亡くなってしまう前にですね、鈍、え、ン、ー、の記録を、まあ、残しております、えー、次お願いします。 はい、えー、これはの、双葉町のすぐこの電車路館の近くの川にかかっていたあーガードレール、橋のガードレールなんですけれども、えー、津波によって激しくこう損傷してひしゃげておりますが、えー、この橋の欄干ですね、えー、橋の名前が、名盤がちゃんと残っておりまして、震災当時、どこにあったか、もうピンポイントでわ、えー、かる資料です。 でえー、それがこれだけ変形したよということが分かるということで、えー、残しております、えー、次の写真お願いしますはい、えー、これはですね手前の郵便ポストと道路標識は展示室に飾られておあの展示して、えー、おります、えー、奥の消防車はですね双葉町第九消防分団のものですけれども、えー、これは津波によって、まあ、引きゃげてしまったということで え今別のところにえ保管をしてございます。えー、次お願いします。えー、復興の中でですね、さまざまなイベントが開かれました。で、それも記録だと考えておりますので、えー、自分でこう参加してですね、えー、マラソン大会、あ心臓が止まるかと思ったんですが、えー、5キロなんとか完走しまして、えー、その資料一式をまあ収集したという時の写真です。えー、次お願いいたします。 原子力災害被災地へのアーカイブズの特徴なんですけれども、やはりあの目に見えないとか、広い範囲にわたるとかですね、超長期にわたって被害がまあ続くということで、ふるさとを失うというようなことがあります。まあ、被災前の地域としては、それが崩壊してしまう危機にあるわけですね。であの非常にこう大雑把にお話、まあ、すると、行政と住民との意見、 を見ますとですね、えーまあ、今ちょっと変わってきているのかもしれませんけども、どちらかというと、スクラップアドあの壊して新しく作るという発想と、まあ、元通りになってほしいというような発想、もちろん地元の皆さんもですねあの新しい街を作るんだという意識もあるんですが、えーまあ、根元には昔の、えー、街が懐かしいなというところはあるんだと思います。まあ、こうした中でアーカイブズへの期待としましては、 行政からはですね、防災や減災に資するアーカイブズを作,る作ってほしい、地元の皆様からは、まあ、失われつつあるふるさとを記録して、ちゃんと残してほしいというような期待があるのかなというふうに考えております。次、お願いします。そもそもですねあの、災害について考える、次の災害を軽減するというところが、 まあ重要かと思っているんですけれども、えー、災害については、さまざま研究がされているんですけれども、えー、まあ日本ではですね自然災害がほとんどなんですが、海外に行きますと、例えばえ暴動みたいなものであるとか、経済危機も災害であるというふうに考えられている、まあ、現状があります。で、あの被災とですね、えー、復興をこう繰り返すですね、 1>, 1回復興してもです、ね、次の災害は必ずやってくるわけです。でその被災と復興を繰り返す中で次に災害がやってきた時により被害を軽減したりより早く復興したりというところにアーカイブズは貢献するべきなのかなというふうに考えているした原子力災害です。けれども 世界的にに見ても非常にこうなので、えー、この災害をですね我々が得たこの経験とかですねそこから出てきた教訓をやはり海外に向けて発信して、えー、ある種こう輸出をするべきであるというふうに考えていますが、えー、それを受け取った、まあ、海外側としては、えー、自国向けのカスタマイズがいるのかなというふうに考えております。 逆に、えー、我々としてはですね、海外で起きた災害の経験を輸入といいますか、そこから学ぶことも多いと思うんですね。その場合には逆に海外の経験を見て、日本向けにカスタマイズして、経験として生かすということが必要なんだろうなというふうに考えております。次、お願いします。これが最後のスライドですけれども。 冒頭の問題の所在のところですね、1から4番まであるんですけれども、今後の課題としましては、この1から4についてですね、できることならば、担当機関や担当者間で、同じ認識、同じ見方といいますか、でもって、全体のです、ね、今回の福島の経験をアーカイブするということを進めていくことが 一つのまあ課題なのかなというふうに考えております。以上で私の発表を終わります。はい、瀬戸さんありがとうございました。はい、えっとお三方のお話を伺いました。えっとちょっと振り返ってみますと、あの最初のあの大久保町の木浦さんからは大久保町のあのアーカイブ活動についてのお話でした。で、あのまあ そのお現在、ものの収集は進んではいますけれども、その展示施設の整備というところはまあ検討中とい,ということではありましたけれども、え特に震災と原発事故に関係しているというよりは、以前からあった資料の収集というところにすごく重点があるという一方で、まあ、そういう意味では震災メモリアルというわけではない事業を 展開しておられる、まあ、そういう一方で、まあ、収集した資料にはその、まあ、放射能の線がある可能性があるということで、えー、っとその辺りもちょっとその原発事故後の資料収集ということで、まあ、大熊町特有の、まあ、問題が、まあ、博物館の,その学芸員活動の中での問題があるということもあのご指摘がありました。でえー まあ、とにかくそのお,お,お,おそらく拝察するにはあの原発事故ということでほか、えー、の,あの東北の津波だけではないという要素で何が起きたかというとあの避難がやっぱ長期化してしまったで長期化した避難の間、まあ、壊れてもない家に 立ち,入ることも立ち入り禁止区域のこと,はところではできなかったとっいうことがあったと思います。で、そういう場所もついにはその解体という選択をせざるを得なくなってしまって、そこから出てきたものの収集であるとか、あのそういうことにもあの力を入れておられるというふうにあの伺ったというお話を伺ったと思います。はい それからあの次の,あの、えー、と富岡町の青木さんあのからは、えーっとあのまあ、語り部というあの肩書きといいますか立場であのお話をされるうようなお話ではあったんですけどただ単なるあの、まあまあ、我々の認識語り部というと自分の経験をお話しする。 その経験を知らない人に共有するという機能を持っているというふうに認識しているわけですけれども青木さんの活動というのはもっと一歩踏み込んで、えーまあ、富岡町を伝える人を育てるという語り部、まあ、語り部を、まあ、新たな世代を超えた語り部を作り出すと言ってもいいんでしょうかあのそういう活動をあのされているんだと思います。 であのまあ、伝承館での,あの、まあ、伝承館ができたことでそういう活動も一層進むようになったっていうこともあるようですし、えー、それからあの、まあ、富岡町の,あの防災無線では小学生にあの防災のアナウンスを。 あの多分今何、なんとか注意報が出てますっていう放送なんかをされるということだと思うんですけれども、まあ、あの子どもたちの声が町中に流れることで町、まあの元気も出てくるとそういう効果があ,のあるということをあのご紹介されていました。はい、あの一つちょっと あの分かりにくい部分だったかもしれませんけどあの家を解体する持ち主ではなくって解体作業をやっている方のお話をあの聞くということおそらくそこにはあの、まあ、語り部をつ若い人にあの若い人に、まあ、あの富岡町の今後になっていく人像としては何かこうあの人の話を 聞いて、理解する。まあ、想像力を働かせて、理解するという力を、あの、身につけてもらいたい。なんかそういう思いが、あの、そういう、あのそういう中にも、なんか込められているのではないかと、あの、思いました。えー、そして、えっと、セットさん、 からは、あの、この伝承館の、あの、資料収集の、お話を。いただきました。いや、本当に、あの。津波、で。えっと、で、壊れてしまったガードレールとか消防車。など、あの、本当に、お、巨大なものを、どこか、どこかに収蔵しているということも、まあ、あの。驚きなんですけれども。あの、一方で。えっと。 あまあ、もちろんその大川町との共通点はあの放射能で汚染されたために、まあ、地震の影響もあったかもしれませんけど二町の体育館解体されることになりあのそこの鈍ンをまあをこれは保存ではなくて記録ということですねされたということで、まあ、現在的な技術で、えーとまあ、ドローンを使って 体育館内飛ばして真正面から撮影するというような、まあ、最新の技術でもってあの保存されているという活動だと思いますしそのデジタルっていう観点で言いますと、まあ、デジタル情報の収集、えっと、これは本当にあの私たちやってても思いますけど写真とかに比べると膨大 になってきて整理が大変ということがあります。まあ、それに象徴されているのがあのツイッター情報の収集ということかもしれません。ツイッターというのもあの震災直後、原発事故進行中の時のツイッター情報というのがおそらくあの多くの人の行動を変えたり、まあ、そういう作用があのあったのではないかということも推定されるので。 あのそういう意味で貴重な情報として捉えて収集されているかとあの思いますけれども、あのまあ、本当にこうデジタルの時代のそれなりの,あの難しい収集活動というか整理活動、キュレーションの活動というのがあ,のあるんだろうと思います。 で、あの、私、あの、一通り感想を申し上げた後、あの。えー、発表者の方々にも、あの、他の、あの、発表の方。のお話も、聞いて、の、あの、感想をいただきたいと、思います。えっと、それでは、あの、発表の順番で、木浦さんから、お願いしてよろしいでしょうか。そうですね。えっ、ー、と、今回。 青木先生と瀬戸さんのお話も含めて非常にそれぞれやっぱり取り組みの仕方とかが違って あの、勉強させられる点がすごく多いなと思ったんですけれども、やっぱりちょっと共通しているなと思ったところとしては、あの、青木先生は、あの、語るときに過去を語るつもりはなくて、今の現状とか課題っていうのを伝えるっていうことを大切にされているというところ。で、あの、瀬戸さんの伝承館、ここもそうですけれども、やっぱりその復興への挑戦っていうところに大きく、あの、 スペースとかあの設けてらっしゃるかなっていうところもあると思います。ここについては何が起きたかっていうところを知っているところは大前提になった上でのあの次のステップになりますけれども、そこがやっぱり現在進行形であることのあのあのそこに由来しているんだろうなと思います。10年経ったからといってあそこ あの3月11日、12日に何があったか、あの1週間で何が起きたかではなくて、あそこで発生したことが、この10年間、おそらくもっと先にも含めてですね、にずっと影響を及ぼし続けていますし、まあ、あの、具体的に言うと帰ってこれない人が未だに、 いるっていうところも含めてですね。あの、そこが、まあ、もちろん避難先での生活っていうところに定住されて、そこで安定した生活を送っていらっしゃるっていうところは大前提であり、それはそれで、あの、何も悪いことではないですけれども、だからといって影響がないわけではない。で、この町が、うちの町も双葉もそうですけれども、富岡もきっとこれからもですけど、どういうふうに変わっていくのか、そこに暮らした人がどういうふうに感じていくのかっていうところは、本当にこれから、あの、10年前のあのポイント を振り返ればいいというものではなくって、それからどういうふうに生きてきたか、そ,れその方がどういうふうに人生を送ったかというところが重要になってくるというところがあの共通して課題として認識されているのかなというふうに今回お話を伺って思いま,した、はい、あのまさにその10年を振り返るといいますか、10年の蓄積こそが現在であり、そのまあ、これからの先を考える手がかりになるという。 あのお話しいただいたと思います。それでは、あの。青木さん、あの、よろしいでしょうか。はい、お願いします。あの、私も今日ここに来て、こういうお話をさせていただいて。あの、特に、あの、木浦さんと瀬戸さんのいわゆるアーカイブを。きちっとその展示する場所を、その、つく、作り上げていくというか。その記録に残すものを作り上げていくっていうところの、その思いというか。 あのこのどれだけ大変なのかということをものすごくあの感じております。でただあの共通して言えることはやっぱり原子力災害ってすごく分かりにくい災害であのよくあの今その震災10年もあるんでしょうけどいろんなシンポジウムが開かれるとあの津波で大きな被害に遭った地域の方とそれから原子力災害で今なおあの自分の生まれ ふるさとあるいはそういうところに帰れないっていうその原子力災害のじわじわと来るその時間が経てば経つほどじわじわと人生締め付けてくるようなそういう災害との違い同じシンポジウムの場に立つとものすごくよく分かってであのなかなかこう聞いてくださっている方にはその災害のこう重さが分からないところがいっぱいあると思うんですね。であの今よく NHK なんかの,そのこう 調査で、えー、10年をどう思うかって時福島県が一番その復興を実感として感じられないでしかもその原因はっていうとやっぱり人と人との関わりいわゆる心の部分の復興がまだまだ感じられないっていうのをこう見てもそれがすごくよくわかると思うんです。でそういうういいいわかりにくい原子力災害をじゃどうその展示あるいは記録その いいわゆるととして残すかっていうのとってもあの大変だなってすごくあの思います。で、そんな中でやっぱりあの私はやっぱりこうよく災害から受けた教訓とかその防災の知識とか言いますけどはっきり言って原子力災害から受けた教訓というのが私ごめんなさい勉強不足なのかもしれないけどなかなかその自分の中でまとめられないでおります。 で、そういうこう、本当にこう、思いすらも、まだの進行形っていう中で、こうやって、その、そういった、こう、皆さんにそれを考えていただく機会としてのアーカイブのセンターがあるというふうに思うんですね。だから、語り部もそうなんですけど、語るから聞いて、あるいは並べたから見てっていう、そういう一方通行ではなくて、語ったら聞いて、それを。 こう答えないじゃんっていう感じの,そのお互いのそ,のそこから発生する話,話し合うとか一緒に考えるとかなんかそういう場を大事にするようなあのアーカイブあるいは伝承館のあり方が今の原子力災害には一番ふさわしいのかなっていうふうにそんなことを考えました以上です。 まあ他の,あの津波だけの被災地域に呼ばれて多分講公演とかされている中での経験でやはり福島の,あの復興ぶりが遅いでその理由としてはあの、まあ、人が復興していないっていうんですか人と人の関わりが戻ってきていないっていうところをあのご指摘されておら、えー、れると思います。で あのそのためにはあ、そこを復興させるための活動というのは、まあ青木さん自身はやっておられるということだと思うんですけれども、そのアーカイブ施設というのも、あの一方的にこう記録、経験を発信するだけではなく、それを聞いた人とコミュニケーションをしていく、そこが重要なのではないかというご指摘だったかと思います。 じゃあ,あの、瀬戸さん、お願いいたします。はい、えっ、ー、と、あの、まあ、木浦さんのお話にも、青木さんの、青木先生のお話にもあったんですが、えー、まあ、今を伝える必要があるっていうのは、あのまさに、えー、その通りなんですが、えー、逆にですね、昔を知らない人にどうアプローチするのか、えー、まず、その、えー、県内で当時、被災をした経験を持った方への、お 展示の仕方と。えー、おそらく、えー、県外、あるいは海外、あるいは当時を知らない若い世代の皆様への展示の仕方というのは違うんですね。えー、ところが、まあ、どうしてもですね、展示数1個しかないので、えー、そうした中で、えー、いろんなこう経験、あるいはその場所ですね、海外から来たかとか、県外から来たかとかですね、そういった方が来る中で、 えー、どのようにこう展示をすればよいのか、どんなふうに伝えればいいのか、えー、非常にこう難しいなということをまあ改めて今あのお二人のご発表とまあ南波先生のお話も聞きながら、えー、考えた次第です。はい、ありがとうございます。えっとあのちょっと瀬戸さんに一つご確認をお願いしたいんですけど、あの最後の方の話で。 えっとまあ、誰に向けて記録を残すかとか何を記録するか等についてあるいはどう活用するかということでは何かこうあの大きな目標を共有するということなのか何かあのそこを、えー、担当機関いろんな場所で共有した方がいいんじゃないかっていうお話があったかと思うんですけれどもその辺をもう少し。 詳ししくお話しいただいていいですか、はいいただでまあ、記録を残す、まあ、目的の部分にも関わるかとは思うんですけれども、えー、私自身はあの2つあると思ってまして、えー、1つはあ防災とか減災とか防災教育に、えー、資する、えー、災害記録のお残し方なので、えー、その場合のターゲットというのは、 えー、自治体職員であったり、まあ、子どもであったりということがあろうかと思います。でもう一つは、えー、原子力災害で今回、えー、被災地がですね長、長期にわたって帰れなくなって、えー、ふるさとをある種こう失ってしまった、えー、あるいは大きく変貌してしまった方たちがいらっしゃるので、えー、そういった方たち向けに、えー 地域の様子を残す、えー、昔の地域を、えー、まあそこの地域まあ富岡なら富岡あ大久保なら大熊の、えー、アイデンティティがちゃんと守れるような形で、えー、被災前の地域を、えー、記録として残しておくというこの2つのですねあの観点があると思うんですよ。あの防災という観点と 故郷を残すという観点、この二つからアーカイブズをまあ、えー、進めていくべきだろうというふうに考えていまして、えー、おのずとそのターゲットというのはまあ変わってくるのかなというふうに考えております。はい、ありがとうございます。えっとじゃあ,あの青木さん、木村さん何か付け加えることがありますでしょうか。よろしいですか。はい。えっとじゃあ,あの今日お話しいただいた。 中でやはりあの青木さんが一番あの強調されていた人の復興というのがあの戻ってきていない、まあ、そのためにはやっぱりあの瀬戸さんの言葉を借りればあの自分たちが震災前にあった日常というところにやっぱアイデンティティのよりどころがあると、まあ、それはその瞬間だけじゃなくてあの、まあ、家族とかその祖先 もうずっとそこで暮らしてきた人たちあの我々あるいは人たちということであのアイデンティティのよりどころがある、まあ、そのための,あの、まあ、アーカイブっていうことが一つには重要でそしてその将来を考えていくならあの、まあ、そういうことも知った上でさらに、まあ、ある意味新しいあの お、まあ、富岡大熊二葉なりあの自分たちの郷土を作っていける若い人たちを育てるという視点が必要ということだとあのそのようなお話だと思います。えー、ということで、えー、今日のお話をこんなトレイに組らせて締めくらせていただきたいと思います。ではあの M.C の方に返します。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。 ここまではトークセッションと題しまして震災の記録と記憶を後世に引き継ぐ1スピーカーを務めていただいたのは福島県大熊町教育総務課木浦優様 NPO 法人富岡町3.11を語る会代表青木佳子様東日本大震災原子力災害伝承館瀬戸正幸事業課課長代理 そしてモデレーターは、福島大学環境放射能研究所所長、南場健次教授でした。皆様に大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。